女子ゴルフツアーの宮城テレビ杯ダンロップ女子第2日は日没サスペンデッドとなった第1ラウンド R の残りに続いて宮城県リフ g c 6 6 3 8ヤードパー72で行われる予定だった第 2R は悪天候によるコースコンディション不良のため中止となった競技は36ホールに短縮され58位までの72選手が22日の決勝 R に進む 今季7度目の競技短縮となり、89、90、21年のツアー最多に並んだ。初優勝を目指す安田優香、23イコール NEC、が7アンダーの単独首位に立っている。女子ゴルフツアーの宮城テレビ杯、ダンロップ女子第2日は日没サスペンデッドとなった第1ラウンド、R の残りに続いて宮城県、リフ GC、6638ヤード。 パー72で行われる予定だった第 2R は悪天候によるコースコンディション不良のため中止となった競技は36ホールに短縮され58位までの72選手が22日の決勝 R に進む今季7度目の競技短縮となり899021年のツアー最多に並んだ初優勝を目指す安田優香23イコール NEC が7アンダーの単独。